皆さんこんにちは、三鷹ゲームスの見習いアナです。こんにちは、アートネイチャー三鷹です。天外魔境ジライアの実況を再開します。前回は大門橋にさらわれたオロチマルたちを追っかけているところでしたね。今回も引き続きオロチマルたちを追いかけたいと思います。誰か道を塞いでいますよ。わしゃ生草坊主や。大門橋が嫌いでの、あんたらと一緒に戦うことにした。どうやら生草な坊さんが仲間になってくれるようです。前回この村で噂になっていた生草坊主ですが、役に立つのでしょうか。確かにふざけた人なので役に立つかは微妙そうですね。生草坊主のステータスは特に表示されないようですね。それではオロチマルたちを追いかけましょう。ここは雲霧の里のようですよ。オロチマルたちはここから北にある神奈川の港にいるようです。生草坊主がいても無敵用に勝てるかは微妙ですね。神奈川村で無敵王と戦うかもしれないですね。魔法とか弱点とかがわからないと勝てる自信がありませんよ。宿屋で聞き込みをしてみましょう。体力、技の力ともに満タンなので泊まる必要はないですね。捕まった人は獄門等で強制労働でもさせられるのでしょうか。港から出る前にオロチマルたちに追いつけますかね。よろず屋によってもお金がないので何も買えませんね。なんかこんな話が出るとオロチマルたちは獄門島送りにされそうですね。三鷹さん、人事みたいに言っている場合ではないですよ。一度獄門島に送られると脱出ができなそうですよ。勇気と愛と根性って三鷹さんには全てありませんね。それじゃあ私がクズみたいじゃないですか。どうやら久々の泥棒訓練所ですね。ここで頑張っても見返りが少ないんですよね。今回も失敗した回はカットしています。どうやら遠回りをした方が簡単そうですね。つづらをゲットしました。帰りはどのルートが安全でしょうか。賞金12両を取得しました。相変わらず渋ちんですね。
どうやら神奈川村の住民も大門橋に洗脳されているようです。さて、オロチマルたちの船はまだ神奈川村にいるでしょうか。どうやら船が出航してしまったようです。これは憎い演出ですね。ろくなことになりませんので、無敵王に相談するのは遠慮しておきます。やっぱり一度獄門島に送られると戻ってくることができないようですね。このおばあさんは火の勇者を完全に舐めていますね。早く3人揃ってギャフンと言わせたいですよ。早く江戸に行って正門の復活を止める必要がありますね。ラスボスが正門という設定だと厄介ですよ。やはり獄門島に送られると生きて出ることはできないようですね。邪神祭が正門の復活を画策しているのでしょうか。ここでも宿屋の聞き込みをしてみましょう。やはり戦闘力を高めるために大門橋は資金集めに躍起なようですね。この宿屋では一人しか聞き込みができませんでした。宿屋がガラガラなのは通常運転ですね。無敵王を倒せばたくさんお金をゲットできそうですよ。その前に無敵王にやられなければ良いのですが。しかし誰も来ませんでした。大声を出されたから誰か来るかと思ってヒヤヒヤしましたよ。確かに無敵王に相談したら獄門島に行けそうですね。しかしそれだと無敵王にこき使われるだけですよ。お金がないので武具は何も買えません。ウプ主はなんでお金がないのにいちいち店に寄るのでしょうか。大門教信者からすると無敵王は真面目に見えるようです。洗脳っていうのは恐ろしいものですね。なんで大門教信者ってこんなに性格が悪いやつばかりなんですかね。やはりオロチマルたちは獄門島に行ってしまったようです。これは無敵王に頼んで獄門島に行くしかないでしょうか。南蛮との取引が増えたところでこのおばあさんの生活は良くなったんですかね。大門橋の教会に入ってみますか。無敵王は現在教会にいるようです。祈っている奴がいますね。必ずしも不老不死が理想郷とは言えないような気はしますが。こう、お前ディライヤだな。自分からのこの子出てくるとはバカなやつよ。手間が省けたわ。俺様が獄門島を任されている大門橋13人衆10番手無敵王よ。やはり相談はできず、いきなり無敵王との戦闘になってしまいましたよ。
結界を張っている無敵王にダメージを与えることができません。熱風の攻撃力がすごいですよ。ウプ主も打つ手がないようです。攻撃の術も効かないですよ。わしに勝てるわけがない。ないないない。さあお望み通り獄門島へ送ってやろう。死ぬまで働くがよい。強烈な連続攻撃で獄門島送りになってしまいました。これはいつもと違う終わり方なので、おそらく負けイベントでしょうね。ここからはうろちょろしている場面が多いので、等速と3倍速を混ぜた形でお送りします。やっぱり獄門島で死ぬまで働かないといけないんですね。三鷹さん、ゲームなのできっと脱出できる活路はありますよ。雲霧の里の親分も捕まっているようですね。ドジですね。まあ我々がドジと言える立場ではないのですが、どうやらこの獄門島に回復ポイントの温泉があるようです。やはりオロチマルも獄門島にいるようですね。獄門島では大門橋もかなり強力な部隊を用意しているようです。下の階におります。この人はまだ希望を捨てていないようですね。坊さんみたいな方がいますね。おや、ジロヤさん、私ですよ。相模の国の生草ですよ。大門橋をやっつけてください。そうだ、鍵を拾ったんだ。何の鍵だかわからないけど、あんたにあげますよ。生草坊主から島抜けの鍵を入手しました。この坊主、無敵王との戦闘では何も役に立ちませんでしたが、この鍵は何か役に立つのでしょうか。何枚だ。さあ大門橋をやっつけて平和を取り戻してください。この坊さん、これ以上は何も協力しないようです。この生草坊主は一体何だったんでしょうね。このおじいさんの話を聞いたら、なんだか悲しくなってきました。ここから脱出すれば、千葉国に行けるようですね。そして、温泉っぽいのがありますよ。どうやら、ここでセーブができるようです。ジライヤ、ヌスとの親分雲霧だ。どうもドジ踏んでよ。大門橋に捕まっちまった。悔しいね。そうだ、いいものを教えるぜ。ドジを踏んだ雲霧の親分が何か教えてくれるようですね。俺の編み出した最強の術だ。
っている時に敵に使えよ。確かに教えたぜ。頑張れよジライア。雲霧の術を入手しましたが、巻物が満タンなので何か捨てないといけないようです。預かり所やつなべがいないので巻物を預かってくれる人がいないんですよね。雲霧の術を入手する際に影絹の巻物を捨てたのですが、この先大丈夫でしょうか。まあ悩んでも仕方ないので温泉にでも入りましょう。頑張れよジライア。誰かいるようです。わあ、ジライア、私よ、ツナベ。ここすんげーひどいのよ。私くっついたよ。まあ絶対怒ったからね。大門橋めちゃくそにやっつけよ。早く行こうジライア。面倒くさいのと再会しましたね。綱出と再会したらジライアのレベルが上がりました。今回のステータスの上がり方はかなりいいですね。何か金色っぽい岩が見えますね。黄金が出ましたのでこっそりもらっておきましょう。三鷹さんや綱部が黄金をこっそり取るところを想像すると面白いですね。まったく、補正丸のせいでまたからくり兵と戦わないといけないですよ。ジライアが来てからみんな希望が出てきたようですね。また、補正丸が何かしでかしそうですよ。どうやら、ウプ主がうろちょろ迷っているようです。ウプ主は、ゲームでも方向音痴ですよね。また見たことがあるような人がいますね。ジライア、会えてよかった。大門橋のこのひどいやり方、俺は絶対に許せない。俺たち3人の友情の力を奴らに見せてやろう。さあ行こうジライア。オロチマルが仲間に加わったら、今度は綱出のレベルが上がりました。綱出のステータスの上がり方もいいですね。どうやらここからはカラクリ兵が出てくるようです。カラクリ兵の攻撃力は半端ないですよ。どうやらウプ主は回復する人を間違っているようです。ウプ主のせいで大ピンチですよ。まずジライアが綱での体力を回復します。オロチマルの回復も間に合いましたよ。しかしカラクリ兵、今度は綱でに炎を吐きます。体力があるのでしぶといですよ。ここは安全策で早めに回復を行います。
今度はジライアに炎を吐いてきましたよ。オロチマル、カラクリ兵の炎をかわします。カラクリ兵はまだ倒れませんよ。なんとかカラクリ兵を倒すことができました。こんなとこで死ぬまで働かされることになったら母ちゃんとか言いたくなりますよね。もうここら辺からはカラクリ兵とは戦うのが大変なので逃げています。この人はかなりメンタルが強そうですね。それにしても至る所にカラクリ兵を配置していますね。ウプ主、何を血迷ったのか、今まで来た道を戻っています。マップが広すぎて完全に迷っている感じですね。温泉で一度回復します。ウプ主は一度来たところを何度も来ていますね。おそらくウプ主はダンジョンの構造が覚えられないのでしょう。なんか怪しいやつがいますよ。おう、フレンドジライアさん、あんたもここに来たですか。大門橋どんどん強いよ。大門橋、私捕まえてカラクリ兵作らされてたよ。カラクリ兵どれだけ強いよ。でも私すごい秘密見つけた。ジパングの神が作ったカラクリだよ。ドグロボだよ。ちっちゃいが使うでビッグになる。三人乗りね。でも水に弱いよ。さあこれあげる。あたしのカラクリ兵壊してよ。おてい丸からドグーロボを入手しました。これは怪しいですね。おてい丸から入手したアイテムなのでちゃんと使えるかが心配ですよ。そういえば現在3人とも何も装備をしていない状態のようです。これだとカラクリ兵と戦うのはしんどいですよ。ここで黄金が再度採掘できるかを確認してみます。おお、どうやら何度でも採掘できるようですよ。三鷹さんが持てるだけ採掘するようなので採掘が終わるまでカットします。いや、3人分取れるだけ取りましたので結構時間がかかりましたよ。強欲な三鷹さんのおかげでだいぶ稼げたようですね。また同じところを歩き回っていますね。なんかお年寄りが徘徊している感じですね。どうやらここは初めてのところでしょうか。大門橋はお金に物を言わせて大量のカラクリ兵を作成しているようです。おてい丸のせいでとんでもないことになってしまいましたよ。カラクリ兵との対決ですが、ここは逃げずにドグーロボを試してみましょう。
の攻撃力ですよ。攻撃した後の余韻がすごいですね。まだガンガン行っていますが、船出の体力が危ないですね。これはオリメガのバグかもしれないですね。確かに土偶ロボの威力はすごいですが、これでもカラクリ兵と戦うのは面倒くさいですね。技の力を温存したいのもありますので、引き続き逃げた方が良いですね。力持ちの女のことは、綱手のことでしょうか。まあ、綱手なら頑丈なので、心配する必要はないですよ。一か八かで、泳いで逃げるしかないでしょうね。黄金の相場は1個1万両とのことです。たくさん掘ったので脱出できれば大金をつかめるチャンスですよ。ナメクジとヘビの精玉が江戸に運ばれてしまったようです。小田原の殿様はヤシャ姫に殺されたと思いましたよ。これは生草坊主からもらった鍵が使えそうですね。扉が開きましたよ。階段を上ります。なんか自己主張が激しい島に出ましたね。ここにもカラクリ兵が配備されているようです。誰かいますね。おやおや、獄門島の地下から抜け出すとは、さすがにジライヤ。俺だ、大門教13人衆の10番手、無敵王だ。忘れたか。無敵王との再戦になります。今度はおそらく負けイベントではないので、絶対に勝たないといけないですよ。1回目の対戦よりかは攻撃力は低いようです。ただし通常攻撃は1回目の対戦と同じように通用しないようですよ。熱風の攻撃は稲妻攻撃よりかは少し強力なようです。主は使える道具があることを忘れていますよ。綱手とジライヤの体力を回復します。ドブーロボの存在に気づいたようですね。オロチマル、春風で自分の体力を回復します。無敵用の結界も土偶ロボの火炎攻撃には通用しないようです。これならあとは回復と防御だけでいけそうですよ。
どうやら土偶ロボは1回使えば良さそうです。防御しているので受けるダメージも少ないですね。なお、ここら辺は録画に失敗しているようです。失礼しました。オロチマルと綱での体力を回復します。続いてジライアの体力も回復します。そろそろ仕留めたいですね。まだ大門橋は。しぶとい無敵王をなんとか倒しました。せっかくだから持てるだけ黄金を持っていこうよ。後できっと役に立つからさ。もう黄金は持てるだけ持ちましたよ。ガメツイ三鷹さんのアドバイスのおかげですね。やっと六門島から脱出できますよ。そういえば小釜がいませんね。存在感が薄すぎて小釜のことなんて忘れていましたよ。とりあえず雲霧の里の親分は無事だったようです。まあ、あの風体じゃどんなことされても死にそうにないですしね。どうやらここは千葉村のようです。千葉村といえば千葉周作先生の故郷ですよね。これで獄門島に残っている人も無事助けられるようですね。小釜も助けてくれるといいのですが。まずは獄門島で入手した黄金を売ってみましょう。確かに1万両で売れましたね。黄金を売ったお金で各メンバーにハヤブサのわらじを購入します。獄門島で武具をすべて没収されてしまいましたので、装備はすべて買い直しですね。続いて千葉の地図を購入します。よろず屋での買い物は以上ですね。どうやらおてい丸も無事なようです。あのインチキ外人もしぶといですね。また宿屋での聞き込みをしてみましょう。宿屋で一泊します。
丸の情報はどうでもいいですが、くるり城の情報は気になりますね。結局この宿屋も一人しか客がいませんでしたね。海岸に流れ着いた連中の中で重要な人はいるでしょうか。この奇跡が続いて大門橋も倒せるといいのですが。武具屋では黄金を売りつつ剣、弓、斧を一つずつと木の胴を三つ購入しました。各メンバーの装備前の状態はこんな感じです。各メンバーに購入した武具を装備させます。各メンバー装備後の状態はこんな感じです。細かくは確認していませんが、かなりステータスは上がったと思われます。三鷹さんらしい人ごとのような物言いですね。とりあえず一通りの買い物が終わりましたので、預かり所で貯金と黄金を預けてきました。どうしてこの家の BGM はお茶屋の珍妙な BGM なのでしょうか。言葉だけでなく誠意が必要ですよ。三鷹さんが言う誠意って要はお金のことですよね。ここから東に久留里町があるようですね。久留里町も大門橋の支配が厳しそうですね。知らずに行って城釜からダマダマをぶんどりましょう。三鷹さん、ぶんどらなくてももらえると思いますよ。ドブーロボは固定丸がもうちょっとちゃんと作ってくれればよかったですよね。まあ、あれはチートなので獄門島限定でのアイテムでしょう。どうやら千葉周作先生が近くにいますよ。千葉周作先生から新しい剣術を教えてもらいたいですね。この人の隣にいるのが周作先生でしょうか。待っておったぞ、ジライアよ。わしが天下一の剣の名人、千葉周作じゃ。剣とは己の心を磨くもの。自らを鍛え、人を生かすためのものでなくてはならぬ。だが大門橋狙は剣を悪しき欲望のため、人を斬る道具としてしか使っておらぬ。そこでだ、ジライア。わしは長らく封印していた必殺の魔剣をお主に託そうと思う。ジライアよ、
修行を受ける気はあるか。ちょっと今は勘弁してください。わしに勝てぬようではとても大門教など倒せんぞ。もしかして三鷹さんもうお疲れでしょうか。獄門島に行けばたくさん黄金が転がっていますよ。三鷹さんの今の言い方は明らかにマウントを取りに行っていますね。どうやら江戸まではあと少しのようですね。ただし江戸に行くまでの間に大門橋の妨害がいろいろありそうですね。このお坊さんの予言は当たるのでしょうか。なんか大げさすぎて大門橋並みに怪しいですよね。ところでですが、今日は獄門島からの脱出が大変すぎてもう疲れましたよ。やっぱりそうでしたか。周作先生の修行を断ったのでそうだと思いました。仕方ないので今日はここまでにしたいと思います。次回は千葉周作先生の修行をちゃんと受けるようにします。今回は最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もご視聴よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いね。